水死は2009年に講談社から出版された大江健三郎の長編小説。講談社100周年の書き下ろし100冊の一冊として出版された。その後2012年に講談社文庫から文庫版が出版されている。大江の父親は1944年、大江が9歳の頃に亡くなっており、父親の肖像を納得のいく形で小説の中に復元することは、 大江の生涯のテーマの一つであり、それはかつて、父よあなたは、どこへ行くのか、自ら我が涙を拭いたまう日において取り組まれている。そのテーマに再度挑んだのが本作である。実際の大江の父親、高太郎は、農家から紙の原料の三股を買い取り、加工して、内閣印刷局へ、紙幣用に収めるという仕事をしていたのだが、大江がかつてある座談において、 父親的なものというのは、僕には神秘主義的に言えば、天皇制そのものにつながっています。政治体制的に言えば、中央にある国家と結びついていると語ったように、想像を交えて、超国家主義者として、父親の肖像を復元している。作品完成直後のインタビューでは、こういう父親と最後に、小説の中で巡り合うために、僕は50年以上も、小説を書いてきた。 どうもそうじゃないかと思うんです。9歳で突然父を亡くしたとき、母は一言も理由を明かしませんでしたから、父に見捨てられたという気持ちがずっとありました。僕はいつか父について本当のことを書こうと願い続けた。小説の技術を尽くし、小義人という語り手が活躍してくれて、ようやく願いは叶いましたと述べている。2016年に、 デスバイ・ウォーターとして英訳が出版され、ブッカー国際賞にノミネートされた。70代の小説家、長考古技人は、死んだ母の残した赤川のトランクに入っている、はずの父の日誌や書簡をもとに、終戦の夏に増水した川に、探偵で漕ぎ出して、謎の死を遂げた、長国家主義者の父についての推し小説を書くことを目論み、故郷の森の谷間の村に帰郷する。 小儀人に演劇集団、結挙人の代表の穴井正夫と所属女優のうない子が接触してくる。彼らは小儀人の全作品を総合した演劇を作る構想を立てており、その取材のためである。小儀人がトランクを開けてみると、思惑に反してめぼしい資料はなかった。早々に水死小説の構想は頓挫してしまった。水死小説の頓挫に落胆した小儀人は、 大目舞と、作中で称される病気に襲われる。病心の子儀人は、知的障害を持つ息子あかりに対して、あることから思わず、君はバカだと言ってしまい親子はかつてない、断絶状態になる。推し小説の頓挫で正サの抗争も暗章に乗り上げる。うなえ子は独自の企画を立てて、信んだ犬を投げる芝居と、作中で称される特殊な形式の芝居を始めて、夏目漱石の、 心を題材にする。そして、心で作中の先生の自殺の引き金を引いた、明治の精神とは何かを問う。小義人は赤川のトランクに収められていたフレーザーの禁止兵を手がかりにして、彫刻家主義者の父の一番で死であった、中国引上げ者の大王から話を聞きながら、父の死の真相や意味を掘り下げていく。うなえ子は、 小義人の故郷に伝わる一騎の伝承を素材に、一騎指導者で性的に凌辱された、名助母の芝居を作ろうと奔走するようになる。宇内公子はこの芝居を通して、高校生時代に、文部科学省の高級官僚の叔父、小川から受けたレープを告発しようとしていた。小川はそれを止めようとして、上演前日に、宇内公、子を大王ら地元の右翼活動家が拠点としていた。 連生道場の跡地の施設に軟禁する。うなえ子は小川から暴行を受ける。大王は秘蔵していたピストルで小川を撃ち、小義人に、長江先生の一番弟子は、やっぱりギシギシですが、と言葉を残して、森の奥に去る。心身と点がり、病と深い谷間の森の中の羽村に顔を突っ込んで、立ったまま水死を遂げる大王を、小義人は想像で思い描く。翻訳家。 エッセイスとコーノスユキコはロー作家、超高庫儀人が登場人物うない子のボーイフレンドとのやり取りにおいて自分が英語の詩を読む際には訳史が原詩と響き合い訳史と原詩のズレの奇妙な味のおかしみが生まれることで初めて詩がしっかりと理解することができると述べるのに対して相手が小説もそこで生まれるんじゃないですかとおずる場面をまず取り上げた上で 本作が読みたがえることをめぐる作品であると指摘する。そして様々な読みたがえを作品から拾い上げている。その上で中でも重要なのは心身と病の読み違いであるとする。折口忍の書物に特進者の魂が病たる会派をこぎのつて浄土に至りつくとあるのを読んで死んだ魂は空に昇って、 森に戻るという森の谷間の村の進行を連想した古技人の父が、心身たる会派と孤独すると、そこで木と水の境界はぼやけて融和し、本作の核となるイメージが浮かび上がると論じた。小説家、町田康氏は、自身の実作者としての立場から、小説は、登場人物が困っていることによって話が進んでいくのだとする。だが、困りをただ書けばよいのではなく、 困りの中を進むことによって見えなかったものが見えたり分からなかったことが分かったり分かっていると思っていたことが実は全然分かっていなかったことが分かるなどの曲折を経てその時点での本当のことにたどり着けるということが大事であるとするこの持論をもとに本作の主人公長考小技人の分かった前半が今の後半に接続されて二重になってさらにその 後半に響いていく、二つのものが響くというイメージが反復されながら意味が、うねって大きな次元の意味を生む様は、繰り返しの技法を用いた呪術的な音楽を、聴くようでもあると評し、その繰り返しで、はじめ、違うものとして捉えられていた水の印象と木の印象、海の印象と森の印象が一つのものとなり、その一つのものとなった印象が、登場人物の人生と重なり、 本当のことに近づくと評する。そして、劇的に進んでしまった事態に決着をつける、ラストシーンの立ったままの推進をやり遂げる、最後の美しい文章を、やられた、やられた、やられた、と称賛している。本作の歴史的、政治的な主題を分析した以下の論考がある。ありがとうございます。